補欠のチャンネル。引っ張れ。爪やめてね。爪はねえよ、せっかく。ドラグナーに人生重ねると初めてはドラグナーというか夢色チェイサーにですけど、本当に僕夢色チェイサーのおかげで人生変わりましたよ。こんな縛りプレイ人生になったの夢色チェイサーのせいですから。戦いもせずに諦めるよりも何かを求めて傷ついた方がいい。やこれ完璧でしょ。おっしゃる通りだと思った。やっぱ勝負よ人生。俺はそれをマイオプラートから学びました。そっから本当に縛りプレイ人生始まったな。外しとる。いきなり外しとる。なんぜ？何これ？もうやめて、もうやめましょうよ、本当に。そんなのありえないよ。マジで当たんねえんだけど、もう。ダメだ、こりゃ。ダメだ、こりゃ、本当に。もうさっき当てときゃ終わってんのに、もう、いや、これ全然負けまであるんですけど。ひどすぎる。なんで一段階でこんな外れんの？え、これやべえな。全然負けるな。でもこの負け方はさすがに N リーグでも許されないと思うんだけど。ちょっと1外しが多すぎるな。さすがに、もうこれボンバーの方が広いまである。何しとんねん。ダメだこりゃ。ちょっと一段階がダメだな、苦手やな。ああ。ああ。ちょっとマジやべえ。えぐすぎるって、普通に。どんな運しての怖いんだけど。さっき俺、当たりまくったよな、ミロカロスで。これはないな。これでもシンプルにないわ。運とかの次元じゃないもん。いや、ないわ。これはないわ。いや、下手すぎる、ちょっとこれ。これはねえ。いや、さすがにこれはねえ。いくらでも勝つチャンスあったのに。それはダメでしょ、やっちゃ。一生当たんねえ。イオちゃん可愛いな。いや、これひどすぎるってマジで。いや、どんな。夏色の男子。いや、これでも今のマジで下手だな。ガチで下手じゃん。あんな当たんないことあんの？下手すぎ。これグロかったなマジで。一段階これひどすぎる。ガチでひでえんだけど。かわいそすぎないか今の。大事件ですけど普通に。まあ N リーグですわな。